山本五十六の名言。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かじ、には続きがある。話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず、やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は見ろらずとなるそう。昨夜寝つけなかった方へ。寝転がりながら両手足を30度開いて全身の力を抜いてください。それから目をつむってゆっくり腹式呼吸をしてください。これを15分行うだけで、体が 2,3 時間の睡眠をとったと同じぐらい休められます。花によって終わりの言い方が違うらしい。桜、散る、梅、こぼれる、椿、落ちる、朝顔、しぼむ、聞く、舞う、ボタン、崩れる。寝起きに目薬をさすと、あっという間に目が覚める。朝は眠気で、まぶたが重いのではなく、実は目の中が乾燥して開けづらくなっているため、眠いと勘違いして二度寝をしようとしてしまう。そこで目薬で強制的に目を潤してやると、一瞬で目が覚める。就寝前にコップ1、2杯のお湯を飲む。朝トイレ後に1、2杯飲む。それからトイレに行くたび、コップ1杯のお湯またはお茶を飲む。このサイクルができると、1日6回から8回トイレに行き、2リットルの体内水分が新しく入れ替わり、毒素が抜け、早い人だとそれだけでストーン体重が落ちます。人生を80年とすると、睡眠に27年、食事に10年、トイレに5年の時間を費やす。これらを差し引くと残りはたったの38年。こう考えると人生って案外短く感じます。何かに没頭しているとき、周りの世界では5時間経っているのに、1時間半ぐらいしか経っていないような気がするときってありますよね。そういうときっていうのは、本当にその人の体は1時間半くらいしか年をとっていないんです。だから若さの秘訣は、好きなこと、楽しいこと、最高にワクワクすることで一日を満たすことなんです。冤罪で痴漢ですと言われたら、身分証明書を見せて、私は身分を明かしました。
現行犯逮捕は無効です。これ以上本当に私を拘束するなら、監禁罪であなたを訴えますと言えばいいらしいです。そうすれば、あとは向こうが痴漢をされたという証拠を出さない限り、警察は動かないそうです。電話番号#7119、救急車を呼ぶか迷っているときにかけると、医療の専門スタッフが対応してくれて、必要なら119に転送してくれる番号です。今の世の中、軽い症状でも救急車を気楽に呼んでしまう人もいますので、本当に必要な人のためにもっとこの番号は普及してほしいものです。蚊に刺されてかゆいのは蚊が持っている毒性のせいであり、この毒性は人体には無害で、48度以上の温度で消えます。ですので、蚊に刺されたときは、お湯で濡らしたタオルを刺されたところに当てておけば、すぐ収まり、痒くなくなります。面白い電話番号です。自分の声が返ってくる番号。090-11991563 です。リカちゃんが出る番号です。0726-335566 です。ドラえもんが出る番号です。0862-248899 です。お経が流れる番号です。0924-511809 です。宇宙のパワーを送ってくれる番号です。0663-090-177 です。しゃっくりは人差し指を耳に入れ、30秒から1分間待っていれば止まります。これはちゃんと医学的根拠のある方法です。エレベーターが重量オーバーで壊れるとき、みんなはロープが切れると思いますよね。でも違うんです。実際は底が抜けます。重量制限は底が抜けないために設定してあるんです。聖書の中で悪魔が人間を殺した人数は10人。神様が殺した人数は2,038,344人です。まだ27歳になっていない人は覚えておいてください。27歳と4ヶ月と16日目というのは、生まれて1万日目なのです。桁が上がる最後の年ですし、1、10、100、1000日までは3歳までで通過します。1万日目は盛大に祝っ
ってみてはいかがですか。カルピス原液1に対し、ビールを5混ぜたものは、ダブルカルチャードといって、ビール会社もおすすめしている飲み方なんです。女性にもおすすめできて、特にビールの苦味が苦手な人は、すごく飲みやすいはずです。キンキンに冷やして作り、適量レモン果汁を入れることで、より爽快感を出せます。万年赤字だ、レッド企業。鬱になれて一人前だ、ブルー企業。とりあえず、エコと言っとけ、グリーン企業。商品がダメなら、色気で勝負なのよ、ピンク企業。行政の警告なんて儀式だ、イエロー企業。五色混ざって、ブラック企業。ゴリラは目を合わせると襲ってくる。そのため、ゴリラを見る用のメガネがある。行動が習慣にかかる時間。行動習慣、1ヶ月かかります。読書、日記、整理整頓、勉強、家計簿などです。身体習慣は3ヶ月かかります。ダイエット、運動、早起き、禁煙、筋トレなどです。思考習慣は6ヶ月かかります。プラス思考、論理的思考などです。女性は人生を諦めると、下ネタを連発するようになるらしい。男性は人生を諦めると、下ネタを言わなくなるらしい。知らない間に誰かと喋り方や仕草、口癖が似てくることがある。それはシンクロニー現象が起きていて、嫌いな相手とはどんなに一緒にいてもこの現象は起こらず、好意を持っているか尊敬した相手の間にしか起こらないんです。イタリアではおっぱいをせーのと言うが、日本人が重いものを持ち上げるときに、おっぱいと掛け声をかけるのがイタリア人にとってはすごく面白いらしい。うつにならない人の傾向とは、1、遅刻しやすい、2、忘れ物をしやすい、3、部屋が汚い、4、ギリギリまで手がつかず、いつも一夜漬け、5、得意なことと苦手なことでは集中力や出来の差が激しい、6、その時々の感情や好調、不調に波がある。スマートフォンが水没したら、
決して電源を入れてはいけない。分解して拭いたり、ドライヤーを当てたりせず、乾燥剤と一緒にビニール袋に入れて密閉しておくと、かなりの確率で復旧する。スターバックスの抹茶ティーラテは半分お湯が入れられている。なのでオールミルクってカスタムをするとめちゃくちゃうまくなる。さらにパウダー多めでって言うと濃くて美味しい抹茶ティーラテが飲める。そして追加料金はありません。試してみてください。日本人にとってコーヒーは眠気覚ましにはならない。もし眠気が覚めてもそれは思い込みでカフェインの効果ではありません。そもそも日本人はカフェインに強く、コーヒーのカフェインは西欧人にしか効かない。日本人は紅茶、緑茶の方が目が覚めるんです。病院で亡くなった時、ご臨終ですと言いますが、死んだ人間はそれを聞いているらしい。人間が死ぬとき、聴覚が一番最後まで残っているんだとか。だから自分の親や大切な人が臨終のときは心肺停止音の後、ありがとうを先に言うべき。聞こえるうちに。A 型は素直じゃなさすぎて損をする。B 型は素直すぎて損をする。O 型は素直になる方がストレスすぎて損をする。AB 型は素直な割に間違って伝わるので損をする。心理学によると、相手に醜いことが言えるということは、その人に依存をしているということらしいです。福岡はこんなところです。飲酒運転数全国1位、暴力団増率全国1位、拳銃押収数全国1位、発砲事件全国1位、郵便局強盗全国1位、食品偽装数全国1位、放置自転車全国1位、ブラック童話数全国1位、車当て逃げ全国1位、未成年薬物検挙8年連続全国1位、ガソリンと軽油を間違える全国1位、どんだけ。コミュ障がやめた方がいいこと。喋る前のあ。考える時のすす。質問に対するはい、そうですね、のみの返答。相手に質問させるだけの会話。
自分が質問したのに対する答えを膨らませないで会話を終える。目が合うとすぐそらす。話題に困ると携帯使う。知って得する情報。ここ一番屋でルーは一回限りだがおかわりできること。注文時ルー増しでと言えば一杯分のルーが入ったポットをつけてくれます。もうバランスを考える必要も福神漬けで食べる必要もありません。公式に発表すれば1割程度は客が増えると思うのだが。人間は本当に悲しいと涙が出ない。気持ちが高ぶると人体は戦闘逃避状態だと勘違いして交感神経が働き涙腺の働きが低下するため涙が出ない。よって大声で泣いている人はあまりダメージを受けていない。涙を流さず食べず排泄も減り手に汗かく人の方が精神的にはやばい。うつになりやすい人の特徴。1、突然過去の失敗を思い出し落ち込む。2、独占欲が強い。3、本気は出さないが負けず嫌い。4、熱中しやすく飽きやすい。5、自分の内面を騙すことは好まない。6、自分の評判が気になって仕方がない。7、ここまで真面目に聞いた。8、YouTube ユーザー。男性は理性で好きになって感情で嫌いになるそうです。だから嫌いな理由はうまく説明できないけど好きな理由を言わせたら語りまくるのだそうです。女性は感情で好きになって理性で嫌いになるそうです。だから好きな理由はうまく説明できないけど嫌いな理由を言わせたら喋りまくるのだそうです。彼女がいなくてもいいは一種の病気。認知不協和といって自分の理想と現実のギャップを別な口実で埋めてしまう症状。実は自分は恋人が欲しい。でも現実はできない。そこで自分は彼女なんか欲しくないという嘘の口実を使うことで自分の心の痛手を軽減しているという説なんです。ハッピーターンの粉のレシピです。砂糖と塩を4対1で混ぜ、味の素を少々加えると完成です。悲しいことに直面すると、その女性の強さ、弱さには関係がなく、
女性は男性の8倍の精神的ストレスを受ける傾向がある。もしカップルが同じ悲しみに直面したとき、彼女は彼氏の8倍の悲しみを隠しながら毎日笑っていることになる。これが女性の強さである。人見知りは一つの能力であって、自分に適した相手をきちんと見極める力が備わっているということ。人見知りの女性は幸せな結婚をしやすく、誰とでも付き合える人に比べて自分に合った人を見つけられるので、幸せになれる可能性は大なんです。控えめな印象も男性にとっては好感が持てます。一夜漬けは試験勉強を一晩で済ませること。朝漬けは試験勉強を当日の朝に済ませること。ぬか漬けはある程度の期間を設け、こまめに手入れをしながら勉強すること。お茶漬けはお茶のカフェインを摂取して目を覚ましながら勉強すること。福神漬けは勉強せずに神頼みすることです。明日からを7回言うと1週間になる。来週からを4回言うと1ヶ月になる。来月からを12回言うと1年になる。そして来年からを何十回か言うと僕たちは灰になる。一番大切なことをする日は今この時です。蚊に刺されたところにドライヤーで温風を当てると熱で蚊の毒が死ぬのでかゆみがなくなります。落ち込まないための10の生活習慣。1、太陽に当たる。2、朝食を食べる。3、飲酒はほどほどに。4、疲れたら休む。5、モテる努力をする。6、大声で笑う。7、適度なストレスはエネルギー源だと考える。8、運動する。9、友達と話す。10、場合によっては医者や薬に頼る。好きになる二次元キャラは自分と性格が似ている傾向になるらしい。皆さん、自分の好きなキャラを思い浮かべて、そのキャラの性格を見つめ直せば良いと思います。それが他人から見たあなたの姿なのです。エアコンのフィルターか扇風機でもいいので、ミントオイルのスプレーを数回吹いて、これだけでゴキブリを含めた害虫類、ネズミを部屋の中から一斉に追い出せます。ハーブの香りは本来野生動物からしたら猛毒臭なのです。
気持ちがぐちゃぐちゃになった時の対処法。ドレスアップしてレストランで食事をする。ずっと欲しかったものを思い切って買ってしまう。子供時代を思い出させてくれる場所に行く。文章は少しでも良いから日記をつけてみる。デスノートが社会現象になった2000年代。ノートに名前を書かれると死ぬという設定に影響を受けた当時の親たちの間で、読みからは漢字を推測できない名前や、他人が人名だと思わない名前を子供につけることが大流行した。このような名前の総称を主人公の名前にちなみ、キラキラネームと呼ぶ。ストレスが爆発しそうな時は、両手をピースして、カニカニカニとつぶやきながら横移動をしてみましょう。悩んでいることの何もかもがバカバカしくなります。勉強集中できない皆様へ。勉強をする前に片足で目を閉じて1分間片足立ちをします。これをすると3時間くらいはあっという間に過ぎるほど集中できますよ。やる気をよみがえらせる方法。椅子に座り、目を閉じて、両手を膝の上に置きます。右手を軽く握り、深く深呼吸したら、大好物の香り、味、見た目などを思い出します。それを30秒間。そうしますと、ドーパミンが脳から分泌します。ドリンク剤よりよっぽど効きます。本番前にやってみてください。無意識な行動と性格。まばたきが多い。はプライドが高い。腕を組む。は自信がない。上目遣いは甘えん坊。頭の後ろに手をやるは警戒心が強い。湯飲みやカップを両手で持つは頑固。鉛筆の端を噛むは子供っぽい。貧乏ゆすりは飽きっぽい。髪の毛いじりや爪を噛むは欲求不満。汚い部屋に住む人は時間管理が下手な人。基本的にまあなんとかなるという精神なので、性的にもだらしなく浮気症になりやすい。目先のことしか考えないので浪費癖からお金がたまりにくい。家具や雑貨を空間に飾る発想もないので、美的感覚も乏しくなる。人間は青色で書いてある文字を記憶しやすいので、テスト前にどうしても
覚えたい単語とかがあれば、それで書いて覚えると便利です。人は自分に似た人を好きになる傾向があるため、コンプレックスがある人はダメ男を好む。好きになるタイプは自分自身を投影しています。完璧な男を好きになりたければ、自分に自信を持つことが重要なのです。24時間テレビでは、募金額よりも制作費の方が高い。ちなみに企業様は年で12月が一番広告費をかけます。女性同士の名前の呼び方。名前呼び捨ては友達か親友です。いわゆるずっとも。名字呼び捨ては嫌い。陰で悪口を言っているケースが多い。名前プラスちゃんはどうでもいいやつ。名字プラスちゃんはちょっと気になるけど友達ではない。わかりましたか、男性の皆さん。女のほとんどがこうかもですよ。ゲームセンターのプリクラでエロいポーズをしたり、キスをしてみたり、キメ顔だったり、変顔だったり、いろいろ恥ずかしいことをしている人はいっぱいいると思いますが、店員は履歴が見れてしまいます。ということを知っておきましょう。女の言う、彼氏できないというのは、自動販売機の前で、どれにしようか悩んでることと同じそうです。男の言う、彼女できないは、砂漠でオアシスが見つからない状況と同じそうです。セブンイレブンでお会計額がちょうど711円買うと、セブンイレブンのグッズがもらえるそうです。知らない人も結構います。年代別の好きという感情の成長過程。10代未満、結婚したい。10代、やりてえ。20代、やりてえ。30代、そばにいてほしい。40代、早く死ね。50代、早く死ね。60代、まだ生きてるのか。70代、ずーっと生きていてほしい。80代、愛している。90代、お前さん、誰だっけか。ずーっと一緒にいた気がするよ。ほっほっ。ローソンで、唐揚げを買おうとしているそこのあなた、聞こえますか？今、あなたの脳に直接話しかけています。いいですか？ロッピーで C01543354 と入力し、クーポンをゲットするだけで、その唐揚げ、
1つ45円のものを25円で買えるのですよ。いいですか？唐揚げを買おうとしている人。タコは自ら足を切り離して逃げることがあり、その後足は再生します。しかし、ストレスによって自分の足を食べた場合は再生いたしません。マンボウの死因。朝日が強すぎて死亡。水中の泡が目に入ったストレスで死亡。海水の塩分が肌に染みたショックで死亡。前から来たウミガメとぶつかる予感がし、ストレスで死亡。近くにいた仲間が死亡したショックで死亡。近くにいた仲間が死亡したショックで死亡した仲間から受けたストレスで死亡。大きく成長したマンボウというのは、難を数々乗り越えた奇跡のマンボウなんです。大きなマンボウを見た際は、ありがたや、ついてるついてると拝んでください。北枕。頭を北に向けて寝る北枕は縁起が悪いとされていますが、科学的に見ると北に頭を向けることは地球の磁気を取り込みやすくなり、その結果安眠につながると言われています。女性は浮気にいち早く気づく。なぜなら、女性の方が男性より五感は発達している。進化の過程で家族の異変にいち早く気づく上で必要な能力だったためなんです。3年目の浮気の意味とは、一般的に相性の良い恋人なら、好きでどうしようもないという期間は約3年。これは生殖を全うしようとする人間の本能が理由である。生殖に必要な一定期間、人間の場合は3年経っても生殖に至らない相手にいつまでも固執していると遺伝子を残せないという焦りと危機感を覚えるようになっているんです。赤ちゃんは生まれてすぐ脇を抱えて足を地面につけると足を前後させて歩くような反応をします。2、3日すると反応はなくなって1歳くらいまで歩きません。だから生まれてすぐは前世の記憶が残っているのかもしれないと言われています。人が死んだとき、その遺体がなぜだか21グラムだけ軽くなっているんです。血液や空気が減ったのだと考えるのが自然ですが、計算がどうも合わない。何度計算しても明らかに認知していない何かが減っているらしい。それが魂の質量と呼ばれています。音楽を聴きながら勉強をすると記憶力が上がる。無音は
人間にとってストレスで記憶力も下がる。あと勉強中、教科ごとに曲を決めるとテスト中その音楽を思い出せば連動して勉強内容を思い出す。音楽は歌詞がないのが好ましい。痩せたかったら腹筋よりもスクワットの方が効果的。下半身の方が筋肉量も消費エネルギーも大きく、筋肉が増えた時の基礎代謝が増えるため、効率的にウエストが細くなります。同じ筋肉量を増やすのに必要な運動を比較すると、腹筋500回はスクワット15回と同じにもなるといいます。ちゃんと寝ているのに眠くなってしまう人の特徴。寝る直前にテレビやパソコンなどの強い光を浴びている。5分から10分二度寝してしまう。夕食の食べ過ぎや夕食時間の遅さ。運動不足で全身の筋肉が硬い。頑張り屋で向上心が強い傾向がある。睡眠時間の取りすぎ。キス1回でモルヒネ10倍の鎮痛効果。ストレスが3分の1解消。キス1分間で 6.4 キロカロリー消費。出勤前にキスをしてから家を出るカップルの方がそうでないカップルに比べて欠勤率が低く、交通事故に遭う確率も低いんです。年収も 25% 高く、寿命は5年長いそうです。ため息をつくと、何ため息なんかついてるんだ、などと言われたりしますが、ため息をつくと不幸になると言われていますが、ため息にはリラックス効果があるんです。血流量が増え、ネガティブな感情を軽減し、そして新鮮な酸素を供給することで活性酸素を除去してくれます。実は良いことずくめなんです。生理前に豆乳を飲むと生理後に痩せられる。生理予定日の7日から10日前から毎日朝食前に1パック200ミリリットルの豆乳を飲む。これだけで2、3キロは落とせるとのこと。よく学生は勉強をするのが仕事って言いますけれども、もしこれが本当だとしたら、平均的な受験生はまず高校で7時間ほど勤務し、その後塾や自宅で3時間以上の持ち帰り残業。土日祝日も5時間以上の休日労働があるため、年間労働時間は3000時間を優に超え、これは労働士認定基準を
大幅に上回る数字となります。カーペットに液体をこぼしたときは、垂らした場所にタオル、液体を吸い取らせたい布を当てて、その上から掃除機で吸うと、ほぼ跡形もなく、きれいにタオルに液体を吸い取らせられる。これが思いのほか効果があります。飛行機に対するよくある誤解です。チケットが高い。これは前もって予約すれば高速バス並みの安さもあります。高いところが怖い。これは下さえ見なければ綺麗な景色を楽しめます。死ぬ。これは乗り物の中で一番事故率が低い乗り物が飛行機です。乗り方がよくわからない。空港に行けば勝手に誘導されるのでご心配なく。授業中とかに居眠りをしてて、急に体がビクッてなって恥ずかしい思いをしたことはありませんか？あれはジャーキングと言います。この現象は無理な体勢、例えば椅子で寝るとかしていると血流が悪くなって体が、おい、血流が悪いから寝る体勢を変えろというサインを送っているんです。海外では障害者のことを神様から特別な試練を与えられた幸運な人として何の偏見もなく接している人たちが多いです。だから障害者イコール不自由な体を持って生まれてしまったかわいそうな人たちみたいに映している番組は日本ぐらいです。女性の何でもないを真に受けると喧嘩になる。生涯で嘘をつく回数は女性の方が男性よりも約 1.5 倍多い。女性がつく嘘の中で一番多いのが、何でもない、大丈夫。女性の何でもない、大丈夫は、男性が真に受けてはいけない嘘なんです。ディズニーランドで万引きをすると、店を出ても、捕まりません。そのままアトラクションに乗っても捕まりません。でも楽しかったと思ってディズニーランドから出た瞬間に、夢の国はここまでですと言われ連れて行かれます。ポケットモンスターで学ぶリアルな現実とは、個体値、才能が高くても努力しないとダメ。努力の方向が間違っているとアウト。個体値、才能が高くても性格が悪いとダメ。個体値、才能が高くても正しく努力してて性格がいいやつには
どんなに頑張っても勝てない。努力は金で買える。頑張り屋で真面目な性格は評価されない。正義の味方の特徴。1、自分自身の具体的な目標を持たない。2、相手の夢を阻止するのが生きがい。3、常に何かが起こってから行動。悪の組織の特徴。1、大きな夢、野望を抱いている。2、目標達成のため、研究開発を怠らない。3、日々努力を重ねる。4、失敗してもへこたれない。5、よく笑う。薩摩の教え、男の順序。1位は何かに挑戦し成功したもの。2位は何かに挑戦し失敗したもの。3位は自ら挑戦しなかったが挑戦した人の手助けをしたもの。4位は何もしなかったもの。5位は何もせず批判だけしているものとなります。小学生高学年。低学年の頃は良かったわ。中学生。小学生の頃は良かったわね。高校生。中学の頃は良かったよね。大学生。高校の頃は良かったよな。社会人。学生の頃は良かったよな。退職後、働いていた頃は良かったよな。いい加減気づいてください。今が一番楽しいってことに。日常で使える心理学。単純接触効果。会った回数が多ければ多いほど、その人に好意を持つ現象です。リンゲルマン効果。大勢で作業をすると、一人が出す力が減ります。カリギュラ効果。禁止されると、余計にその行為をやってみたくなる心理です。原価の一覧です。うまい棒、小売価格10円。原価は8円から9円。牛乳1リットル、小売価格200円程度。原価は13円。コーラ1缶。小売価格130円程度。原価は5円以下。コンタクトレンズ。小売価格2万円から3万円。原価は30円。酔って眠っている人の手をぬるま湯に浸すと高確率でおしっこを漏らすという魅力的すぎる
豆知識を得てしまいました。小学生の頃、あの頃はいつも命がけだった。何の根拠もないことを言うと、命かける？と聞かれるし、何時何分何秒地球が何回回った時かを常に把握していなければならなかった。しかし、一生のお願いは何度でも使用可能だった。